レーラーも結構でかいですね。あと先月から休みがちょっと変わりましたんで、月木の休みがですね、水道になりましたんで、まあ、水曜日はですね、平日っていうこともあって、まあ、買い物しやすいですよね。本当、市内はですね、週末、大渋滞を起こしちゃうんで、まあ、削りましたけども。ちょっと話戻しちゃいますね。週末、石巻はですね、もう大渋滞を起こしちゃうんで、車で運転してても、もう本当あんまり気持ちよくないんですよね。信号のたんびにこう、止まっちゃって、まあ、イライラさせられちゃうんで、まあ、だったら隣町とか結構遠出した方が気分的には気持ちいいんで、まあ、こっちの方まで来てるんですけどね。まあ、震災後ちょっと陸町行くのは初めてなんで、まあ、以前のような風景残ってればいいんですけどね。18.1 まで行きましたんで、あ、この車、ですね、50キロから60キロの間をですね、ただひたすら走ってますと、まあ、リッターほど20キロぐらい行くときありますね。まあ、逆に高速乗っちゃうとですね、まあ、時速100キロぐらいで走ってますと、リッター14キロくらいまで落ちちゃいますんで、まあ、遠出するときは、なるべく高速は使わないようにはしてるんですけどね。乗用車だったら逆に高速乗った方が、燃費が伸びるんですけど、やっぱ軽自動車っていうことで、回転ちょっと回っちゃうんですかね、時速100キロだと。まあ、80キロくらいで走ってますと、まあ、リッターですね、そうですね、17キロくらいは走るみたいなんですけど、まあ、高速乗ったら多分自分的には時速100キロ近くのところも80キロくらいで走っちゃったので、まあ、微妙なところではあるんですけどね。まあ、高速も無料じゃなくて休日1000円っていうのが昨日調べたんですけど、6月19日で終わっちゃうみたいなので、まあ、ちょっとその後ちょっと値段的に高くなっちゃうんですかね。まだちょっとこの車には維持費つけてないんですけど、維持費つけたらやっぱ休日1000円っていうことでしたら、まあ、遠出したかったんですけどね。でも高速乗っちゃうと燃費が落ちちゃうっていう悪循環なので、ちょっと控えてたんですけどね。
今町入りますね。まあ、比較的今の時間帯は空いてますけども、まあ、どこまで、まあ、このスムーズな感じが続くかですね。ですね、国道346号線と45号線の、まあ、交差点的な感じなんですけど、結構ですね、ここ混むときは混むんですよね。
あとここ道路新しくなりましたね。だいぶ広くなったような感じですけども、カメラもいまいちわかんないですね。何のカメラかちょっとわかんないですけど、このセンサーには反応しなかったですね。ハマっちゃうときは本当はハマっちゃうんですよね。信号のタイミングだいぶ早くなりましたね。ただ右折できない時あるんですよね。次々とちょっと直進車が来ますね。この間にちょっと信号変わっちゃうと、変わっちゃうっていうパターンが多いですよね。あ、一回で行っても今日は行きましたね。県道8号線ですね。今日はちょっと自分的な正規ルートの方で行きますので、この絵は何の集まりでしょうか。あ、野球をやってるんですね。
まあ、どうしますかね。とりあえず30分以上にありそうなんですけども、まあ、とりあえず運転手でアップしようと思いますので、この右手のラーメン屋さんがですね、あの味島屋っていうんですけど、石巻の味島っていうところから食材を仕入れまして、まあ、ラーメンの食材に使ってるところなんですけどね、まあ、こってり好きな方にはちょっとおすすめなんですけども、まあ、自分はちょっとですね、ちょっと苦手でしたね。でもスープは結構こってりな割には飲めるような感じだったんですけどね。カーブ的な道路ですね。
ゃないですかね。まあ、僕は他社だから仕方ないんですけどね。なんすかね、忍者ですかね。ついていくと信号の癖とかちょっと分かってるんでしょうね。あんまり信号気づかなくなるんですよ。ほとんど青で通過できてますね、今のところ。陸に抜ける場合ですけどもね。
三陸も今は無料区間結構増えましたけども、昔は石巻金井インターチェンジから岐阜中インターチェンジまで走行しますと30キロしか距離はないんですけども、1020円かかってたんですよね、片道なんですけど。まあ1020円あればですね、まあちょっと、まあ、うまい昼食とか食えるんじゃねえかっていう感じで、まあそうですね、やっぱ1020円ですと昼食食えますよね。まあ極力、まあ結構下の方食うようにはしてるんですけどね、時間も昼間だったらまあ15分も変わんないですからね。確か熊松島インターチェンジからずっと一緒ですよね。まあ、仙台に向かわれるんですかね。まあ、自分は岐阜でちょっと目的地になっちゃうんですけど。ここはこの車線行った方がいいっていうことが判明したんで、こちらへ行きますけどね。ここでようやく信号ですね。長い信号ですね。あ、でもこのソーラーレーダーが全然反応しないですね。オービスないんですかね、この辺も。あ、置いたい感じとってありますね。最近とこの辺も紙一重ですからね。まあ今日はこのトレーラーの後ろをひたすら出てきますかね。まあ、あと7、8分くらいで着くとは思うんですけど、
なくですね、まあ、今日は夜にいませんけどね、まあ、ここでようやく始まですね。やっぱ台数多いですね、この辺だと。若干雨が小降りになってきて、日が差してきましたかね。わ、これよく見たらプレハブ小屋ですよね。ちょっと今びっくりしたんですけど、車で運べるんでしょうね。流れが悪いですね。まあ急ぐ必要もないんで、まあ、ゆっくり行きますけどね。まあ、この近くに速度警告板っていうのがあるんですけど、まあちょっと多いですね。危ないかったですよ、本当に。しますかね、R タイプの曲なんですけども、あ、やっぱ晴れてきましたね。速度警告板にこのレーダー反応するかどうかですかね。多分反応しないとなんですけど、ここの動線確か80キロ超えて走るとなんか速度超過っていうことでピッて出るんですよね。この K にしてからこっから80キロ出せないんで、まあ、引っかかることはないですけどね。多分こっからベタ踏みしても80キロ到達しないですね。大丈夫でしょう、ここも。
その動画また変換に2時間くらいかかっちゃいますね。まあでも長時間アップロードできるようになったんでいいんですけどね。なんとなくここ道路が左側に傾いちゃってますね。あ、見えてきましたね。そろそろ到着します。じゃあ、お疲れ様でした。それでは失礼します。